佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。夏バテとか皆さん大丈夫ですか？夏バテの要因の一つに、蒸し暑いこの季節の外から帰っての、室内の温度調節だそうです。まあ、いろんな説がありますが、もう外に出ないんだったら一気に室内の温度を下げて汗を引かせるというのも意外と効果的だそうです。ぜひ皆さんも一度試していただくともに、皆さんの夏バテ解消法もこの番組に送ってください。宛先はメールアドレスは info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは少しでもこの夏の夏バテ解消になれるよう、今回も頑張ってこの佐藤美久の女優道を進めさせていただきたいと思います。では最初のコーナーは、美久のマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたので報告させていただきます。いつものことながら、守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただければなと思います。まず一つ目がですね、フジテレビ系列の、7月16日毎週火曜夜9時スタートの、ドラマにですね参加させていただきました。こちらはですね、三浦春馬さん主演のドラマとなっております。でこのドラマなんですけれども、もともとは韓国のドラマが原作となって、日本のドラマ、日本のドラマリメイクというかが、になっている、ドラマになっています。で最近結構こうなんていうんですかね、日本のドラマとか韓国のドラマこう行き来するというか、まあ、最近で言いますとごめん愛してるのドラマですと、もともとは韓国のドラマを日本でやるっていうことになって、主演のね吉岡里帆さんもね出演されたと思うんですけれども、あとは何ですか、日本から韓国となると花より団子とかもそうなのかなっていうふうに思いますね。まあ、最近本当になんですかね、日本と韓国のこう芸能のというか、まあ、特に私好きなアイドルグループさんがありまして、AKB48 さんと AKB48 グループさんと、韓国の、オーディション番組がこうコラボした番組の、プロデュース48というね、番組があったんですけれども、そこで誕生したアイズワンというね、皆様なんですけれども、私すごい好きで、とにかくそのプロデュース48自体すごい見ていて、なんていうかこう女の子たちが頑張っている姿を見れるっていうのはなかなかないな、やっぱ日本の番組もなかなかないんじゃないかなというふうに思っていて、その頑張ってる姿が本当にかっこいいなって思っていて、今ね本当にアイズワン皆さん本当頑張ってらっしゃるなっていうふうに思いますし、私も CD とかねアルバムもね買わせていただいておりまして、本当に皆さん可愛くて本当にかっこいいなというふうに思ってます。それだけやっぱりこう日本とこう韓国のこのこうなんていうんですかね、例えばドラマもそうですけど、こうコンテンツっていうのがいろんなコンテンツがこう行き来してるんだなっていうふうにすごく感じるなというふうに思いました。はい、さて続いてですね、本当にこのドラマのね放送も非常に楽しみです。はい、そして続いてがですね、テレビ朝日さんの、7月11日毎週木曜日夜9時スタートの、ドラマに参加させていただきました。この、撮影現場の撮影場所がですね、結構こうなかなか私も初めて行かせていただいた場所でもありまして、なかなかこう入れない場所での撮影で、これまたありがたいことなにまた高校生のね役をですねやらせていただきまして、それで高校生の役として参加ねさせていただきまして、でおそらくなんですけれども劇中で使われるであろうそのなんか卒業アルバムの中の写真の中の私卒業生みたいな役
ックでこうあの写真をねたくさん撮っていただいたんですけれども、なかなかそういう写真だけっていうのもなかなかなかったのかなっていうふうに思いますし、でもやっぱそのね劇中で使うものにこう参加というかこうできるっていうのはやっぱ嬉しいことですし、なかなかないことですので嬉しいなというふうに、はい、思いました。はい、でね、またもうそうですよね、始まったばかりですね、このドラマもね、他にも、参加させていただけたらなというふうに思っております。そして、続いてがですね、フジテレビさん、前のクールの、木曜夜10時に放送されていた、ドラマに参加、そして放送がされました。本当にありがたいことにですね、なんと映っておりまして、本当にありがとうございますちょうどその撮影の日、すごい本当によく覚えてるんですけれども、本当に梅雨に入ってすぐの撮影だったと思うんですね。で雨も最初の方は雨降ってなかったんですけれども、雨が降ってきてしまって、まあ、その中での撮影だったんですけれども、もう本当にスタッフさん、そして、出演者の方々含め本当に皆さんびしょびしょになりながら頑張っていらっしゃっていて、まあ、特に主演の、二階堂ふみさん、まあ、私と同い年なんですけれども、本当に近くで女優魂を拝見させていただけたなというふうに思いました。こう雨の中こう濡れながらこう犯人をねこう追っているんですけれども、その姿が本当にかっこよくて、でオンエアもね見まして、やっぱ目力がやっぱとにかくすごいなというふうに思いました。私もね本当に目力をね、私も目の、まあ、大きい方だとは思っているんですけれども、そのね目力を私もね大切にしていかなきゃいけないなというふうに改めて思いました。はい、そして続いてがですね、まあ、ある、とても有名な監督で、ちょっと情報解禁がまだなので、分かり次第ねまたこちらもねお伝えさせていただければなと思います。そして続いてがですね、テレビ朝日の、有名なドラマに、参加させていただきまして、私佐藤家、親子ともどもよく見ているドラマでして、自分が参加させていただいた回の再放送があったりすると、例えば私がこう自分の部屋とかにいる時にこうわざわざ父がですね呼んできて、ほら映るよって呼んできてくれるほどすごく嬉しいんだなっていう風に感じれますし、参加させていただけて本当に良かったなって、私も大好きなドラマですし父も大好きなドラマなので、なんだろうな、こう再放送でまた自分が映ってるっていうと本当に、いや参加して本当に良かったなというふうに常々本当に思います。はい、まだまだね私もね頑張っていきたいと思います。はい、そして、続いてなんですけれども、これは私が考えたわけではないんですけれども、台本にありますので、ちょっとねこのまま読まさせていただきます。みんなのアイドル佐藤美久さん、ついにアラサーの仲間入り記念誕生日パーティーというイベントタイトルですが、そうです、6月の13日で、私佐藤美久25歳になりました。はい、その、誕生日パーティーをですね事務所の皆様が開催していただきまして、本当にありがとうございます。お忙しい中、事務所のスタッフさん、そして、先輩の佐々木千明さん、そして後輩の、的場くんや安田くん、そして、一緒にラジオね、こう同じく市川うらら FM さんで、北野しおりのリアルドライで一緒に、ラジオをやっている、北野しおりちゃんもですね来てくださって、本当に皆さんありがとうございました。でびっくりしたのが、その席に行った時に なんていうかそういう部屋なのかわからないですけども、
ハッピーバースデーっていう、こう看板、でっかい看板があって、でそこにこうミクって入ってるあの看板があって、うわすごいと思いながら、そしてなんとあのシャンパンタワーもですね、あの用意してくださって、本当にありがとうございます。初めての経験ですごいと思いながらこうね、シャンパンをシャーッと入れながらね、はい。で面白かったのが、あのなんかなんだろう、多分温度か何かなで、こうなんかこう刺激があって、こう光るなんか氷みたいなやつもあって、これすごいなと思いながらあの見てました、はい。そして本当にたくさんのね、本当にプレゼントいただきました、本当にありがとうございます。皆さん大事にあの使わせていただきます、本当にありがとうございます。またね、あの25歳のこの年もね、しっかり、頑張ってね、まあ、あのこのイベントタイトルにあります通り、ついにあのアラウンド30、アラサーの仲間入りをさせていただきましたので、はい、しっかりちゃんとね、大人な女性として頑張りたいです、はい頑張ります、はい。本当に皆さんありがとうございました。そして、続いてがですね、先ほどもお伝えしましたけれども、北野しおりのリアルタレ、同じくこの市川ララ FM さんで、毎月第2、第4、日曜日お昼12時からね、放送させていただいております北野しおりのリアルタレ、収録がありまして、今月、7月はですね、あさってですね、14日お昼12時から放送となっております。いつもね、あの今月の塩ミクランキングっていうコーナーがあるんですけれども、これがまた楽しくてですね、このね、あのグルメセレブを目指しているしおりちゃんと、私はあの、好きなもの順というのをね、あの答えてある一品についてね、あのこう順位をつけていく、そう3種類ね、安いものから高いもので順位をつけていくというコーナーなんですけれども、本当に楽しくやらせていただいてるなというふうに思います。そして、7月28日もですね、12時から、放送がございます。あのブルガリアでのね、もう本当にもう2ヶ月ぐらいですかと、まだまだ緊張してる部分あるんですけども、でもまだたくさんね、こうブルガリアについて勉強しなければならない部分もありますので、あのこのね番組を通してね、あのたくさんブルガリアのことについてね、あの勉強できて、勉強させていただけたらなというふうに思っております、はい。そして、次はですね、ネット配信番組、ネットアイドルカタカナで佐藤水戸で、番組を、生配信番組をさせていただいております。今はですね、ファイナルファンタジー10-2に挑戦中でございます。本当に難しいゲームなんですけれども、本当に皆さん毎回、たくさんのコメント本当にありがとうございます。助かっております。本当にたくさんの方にね、ご覧いただいているようで本当に嬉しいです。それをね、本当にこう感じられるのが、すごく嬉しくて、はい、本当に常連さんもね、あの何人かいらっしゃっていて、本当にありがとうございます。今後とも皆さんよろしくお願いします、はい。そして、続いてがですね、なんと、私の所属しておりますプラスボックスの、事務所にですね、新人3人の女性がなんと所属しました。ちょっとお名前をね、ご紹介させていただこうと思います。まず、有本ひとみ、そして、青野ゆうき、そして、金井あさき、この3人がですね、所属となりましたので、皆様ぜひね、ぜひ検索、ね、していただいたりとか、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います、はい。でなんとですね、次回放送はなんと、有本ひとみがゲストとなっておりますので、ぜひねお聞きいただければなと思います、はい。映像配信版では、生の、有本ひとみをご覧いただけますので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います、はい。そして先月もお話しした、今月9月にブルガリアでの招待状へ舞台挨拶が決まった映画私の主演映画22世紀グーは予告編アップ中ですので、ぜひご覧いただければなと思います、はい。この1ヶ月間もですね、本当に25になりまして、本当にたくさんの、現場にね、参加させていただけていることを本当にありがたいなというふうに思っております。またね、来月もしっかり頑張っていこうと思います。以上、
マンスリーダイアリーのコーナーでした。偏りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回は昨年9月にお亡くなりになられた女優のキキキリンさんが自身初となられた映画作りの企画から手掛けられ、キリンさんの親友浅田美代子さんが45年ぶりの主演を果たされた実話をベースにした犯罪劇エリカ38を見てまいりましたので、この作品についてお話しさせていただきたいと思います。さてこの作品紹介サイトをもとに概要をご説明させていただきますと、2018年9月に他界したキキリンが生前自身初となる企画のもとで制作された映画で、実在の事件をモチーフに60歳を過ぎても38歳と偽ってイロカで男たちを騙し、最後は異国の地で逮捕された女の姿を描いた。エリカ役は45年ぶりの映画主演となる浅田美代子が務めた。キキは浅田の代表作になってほしいという思いから今作を企画し、自らもエリカの母役で出演している。平武宏、木内緑、小松政夫、古谷一行など演技派個性派が脇を固める。監督は健さん、ブルーバタフライの日比雄一。簡単なあらすじはと申しますと、こちらもサイトによりますと、渡部さと子、浅田美代子はエリカと名乗り、愛人である平沢郁夫、平武宏の指示を受けながら支援事業説明会という名目で人を集め、架空の投資話で大金を集めていた。平沢が複数の女と交際しているのを知ると彼と連絡を断ち、金持ちの老人をたらし込んで、入手した豪邸に老人ホームに入っていた母キキキリンを呼び寄せる。そして今度は自ら架空の支援事業説明会を開催しては金を詐取していった。騙し取った金で豪遊する彼女は旅先のタイでポルシェという若者と出会い恋に落ちる。蜜月の時を過ごすエリカだったが、警察の手はすぐそこまで迫っていた。はい、エリカ38をね、拝見させていただきました。この映画を見ようと思った理由はですね、実はこのベースとなっている事件をですね、実は私知っていて、でテレビのニュースでも逮捕される部分であったりとか、あとは警察に連行される部分っていうのも実際に見ていて、この人本当に38歳だなって本当に思って、でも実際本当に60歳の方で、そうはで、その映画をこう今回このエリカ38が公開されるとか、これ見ようって思って、見たいって思って見に行きました。で劇場内はですね、結構私よりやっぱりこう上の方々がご夫婦で見に来られてる方たくさんいらっしゃって、若い人と私ぐらいかなっていうぐらいだったんですけれども、本当にこの作品見ていて、いや、なんというか複雑な気持ちになりましたね。詐欺っていうのは本当に悪いことではあるんですけれども、この作品の中のエリカっていう、人のこのなんていうか人生をこう映画の中の作品で見ていて、なんというか憎めないというか、犯罪は犯してはいるんですけれども、こう憎めない、こうなんていうんですかね、このエリカの魅力っていうのが本当にこの実際にあったと思うと、これすごいなって思いましたね。はい、で多分皆さんもご覧いただいて、多分ニュースとかでご覧いただいた方いらっしゃると思うんですけれども、このタイの警察の人たちがこう実際にこの、犯人に話しかけるときに、こう白の肩出しのトップスにショートパンツで
いたの結構あの印象的だったと思うんですけれども、あとは護送車の中、タイからの護送車の中でこう日本人記者に対してあの笑いながら、いや私違いますからみたいなこう対応してる姿っていうのがすごく印象的だったと思うんですけれども、いやもう実際にそういうねあの人がいたというのがね、まあ、すごいなと思いましたし、ちょっと印象的だったあのセリフがありまして、あの木内みどりさんが演じられた役で、あの結構こうなんというかあのミステリアスなあの和服を着た女性なんですけれども、あのセリフがあってちょっとお教えしますね、お金って人間よりもよっぽど頼りになります、頼りにならないのは人間の心っていうセリフがありまして、これな確かにあのお金にはあの命は宿ってないですから、まあ、確かにあの人間の心というのはこう動いたり、あのある何かこう出来事があったら動いたり、こう心というのは動いていくものですけれども、確かになと思ってしまいました。これうわ怖いとも思いましたし、いやなんてこう低いトーンでこう言ってらっしゃる木内さんがめちゃくちゃかっこいいです。はい、そしてもう浅田美代子さんのこの演じるエリカがあのすごくあの実際のこの犯人の人とあのすごくこうあの似てるというか、こうあのなんていうか、やっぱりその、浅田さんのやっぱこう演技力で本当に実際にこう本当の犯人にこう近づいてる感じが あって、すごくあの引き込まれました。はい、であの劇その作品の物語の中でこうあのお金を取られてしまったあの、まあ、被害者の方々がそのエリカの家に豪邸に行ってこう押しかけて、で金返せっていう、こうみんなでこういうシーンがあるんですけれども、それがあのこう笑いながら何言ってんのあなたたちみたいなあのエリカを演じてらっしゃる浅田さんが本当にあの怖いというよりか本当になんていうかあの鳥肌が立ちました。めちゃくちゃこれを笑いながら言うセリフを言うってすごいなというふうに思いました。そしてあのもしねあのお近くの劇場でもしやってない方もしねいらっしゃいましたらぜひあの DVD もし、ね、あの出ましたらぜひご覧いただければいいなと思うんですけれども、もし映画館で見る際はですねぜひエンディングもぜひご覧いただければと思います。あの実際の被害者の方々の声も入ってますのでぜひご覧いただければなと思います。以上今月の片寄りムービーリポートのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングの時間が来てしまいました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました、映画ドラマの出演情報などに関しまして詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。